お散歩大好きなんだ。だって空気が美味しくてすっごく気持ちいいんだもん。です。今日はジメジメしてないかい？皆さん、こんにちは。ただいまのアイナトーン時刻は2020年5月12日火曜日の午後5時36分です。今日は特にお知らせはありません。まだ火曜日ですから飛ばしすぎないよう無理ないペースでお仕事くださいね。それでは、まだ火曜日か。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。なんか一週間の感覚がよくわからん。もしもし、こちらたぬき商店のももちです。買取ボックスに入れてくださったお品物の代金 35,628 ベルを口座に振り込ませていただきました。てか雨多くない？めっちゃ。え、今でこれってさ、え、まだ梅雨入ってないよね。めっちゃ多いんやけど、ほんと梅雨かっていう感じの。ハンナちゃん、マブダチのアイナへ。この前は誕生日をお祝いしてくれてありがとね。あんたもしかしてエスパーなのかい？うちにくれたバースデープレゼント、好みにドンピシャルビビっちゃったよ。これはそのお礼さ、受け取っておくれ。大したものじゃないけどね、ハンナ。お礼をもらってしまった。お、そして、アイナさんへ、先日はありがとうございました。お礼に下手屋クーポンをお送りしますね。下手屋で3000ベル以内のアイテムと交換できますよ。よかったら使ってください、ことのより。そっか、郵送やったっけね。未だに覚えれていない。これが、ハンナちゃんからの、カシュクールワンピース。これの、ピンクも取ったんやっけ？私がこの間めっちゃ気に入っとんよ、これって言ったやつよね。確か。あ、で、ほら、やっぱ一段階下やけん、下手屋クーポン今回1枚や。で、ちょっとこの1枚で買えそうなものを買ってきておくか。お、はんなちゃん、やっほー。よ、お出かけ書いたってね。世間話でも。このワンピースありがとうね。ああ、濡れちまってるじゃないか。帰ったらさっさと風呂に入りな、だってね。そうします。で、ちょっと。いらっしゃい。手作りファッションの店、エイブルシスターズへようこそ。とりあえず3000円以内のものを見せてもらうね。あ、その柄もないよね。あ、アイナさんいらっしゃい。そうそう、家具のリメイクで使える布地。また新しいのを作ってみたので、よかったらどうぞ。毎日もらいに来る嫌なやつ。気に入ってもらえるかわかりませんけど、喜んでもらえたら嬉しいです。まあ、あれか、作ったものが無駄になってないけん。はい、使いまーす。3000ベル以内。よし。何がいいかしら。パーカーオン T シャツかわいいな。なんか私が買うのだいたいそんな感じな気がする。フィギュアのドレス。いちごの帽子めっちゃかわいい。けど700円にそれを使うのはちょっと違う気が。ねえ、だって1点につきなんよね。コーデュロイボトム。これなんか可愛くない？いや、上はちょっとあれやけど。上はちょっと今あれやけど。ウエスタンな服。あ、可愛い。なんか思ったより可愛かった。この首元のスカーフいいね。え、超良くない？この白のやつにしよっかな。2100ベルか。うん、うん、うん。いいと思う。じゃ、これに使えますか。で、下は？下これにしようっと。かわいい、よき。いちごの帽子かわいいんよね。これは被らんにしても、買っていこう。めっちゃかわいい、よき。はい、じゃあこれで。お願いします。帽子だけ脱ぐわ。とってもお似合いやわ。大きに。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。ってことで、ちょっと、この帽子だけ脱いでおきます。はい、これで。オッケー、かわいい。大きに、またどうぞ。やっぱ着てみんとちょっとわからんよね。着る前若干、そんなに可愛くないかもって思いよったけど、着たらめっちゃ可愛い。あ、で、あれや。ほら。桜島の家がなくなっている。ってことで、今回はちょっと久々に島に旅立って、新たな住人さんを勧誘してこようかなと。はい、到着。さあ、到着しました。今回のターゲットはこの島です。私はここで待機していますから、お帰りの際や道具が必要な場合には、いつでも声をかけてくださいね。グッドラック。
ってことって、なんかもうすでにちょっとあれやな、ひょうやひょう、ちょいと待ってね、何かしら。ここは別に特別何かがある島ではなさそうやねん。さあやってきたけれど、後頭部がハートや。待って、顔マリリン、あら、はじめまして。あなたもよその島から来た人かしら。こんなところで出会うなんて奇遇ね。色と、あと服装と、柄のハートは可愛いんだけど、いやー、そのメイクちょっと。私、マリリンっていうの。あなたはアイナ島のアイナさんね。なんだかあなたとは仲良くなれそうな気がするわ。少しの間だけど、よろしくね。あはん。はぁ。みんななんか、後ろ姿可愛いんやけどね。マリリン。全体的な色合いはね、めちゃくちゃドストライクぐらいに可愛い。ただちょっと私、ね、正面から見た時が私の好みではなかった。こういう島でのんびりしてると、新しい普段の生活に戻るのが嫌になってきちゃうわ。はぁ、このままずっと、こんなスローライフができれば幸せなのにね。あはん。そうだね。分かってくれて嬉しいわ。今日は何もかも忘れて、思う存分楽しんで帰るつもりよ。あはん。話を流しておく。帰りますか。ここから釣れるような魚も別におらんやろ。帰ろ。はい、どうされますか。帰りたい。アイナ島に帰るんですね。大事なもの置き忘れはないか確認をお済みですか。オッケー、ラジャーです。では参りましょう。よし、帰ります。どうもいらっしゃいませ。ませ。たぬき商店へようこそ。ようこそ。ちょっとこの大量のゲンゴロウを受け取ってもらえます。買い取りでございますね。ではお売りいただけるものをお見せくださいませ。ませ。よし。この辺を、どうぞ。いろいろお持ちくださったんですね。では計算しますと。はい。では合計4800ベルなの買い取りでいかがでしょうか。4800ベル。ってことは800ベルぐらいってことか。あ、じゃあ結構いったんか。ふん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 。なるほどね。じゃあちょっと。はい、いろいろと買っていきましょう。フロアランプ。これ普通に、何？最初の部屋にいい気がする。じゃあこれと、これはまあいいか。あ、これなんか前のと違うね。そちらの商品はアーケードゲーム TBL でございます。このカッコの中身がいまいちよくわからんけど。なにこれ？麻雀？なんか麻雀っぽい感じやね。麻雀やね。中身。こちらは現品限りですので、早い者勝ちですよ。ですよ。お値段は64000ベル。持ってなーい。持ってなーい。引き出してくるか。いやー、なかなかたまらねえお金。どうもー。はい、これを。そちらの商品はアーケードゲーム、かっこ TBL でございます。お値段は64000ベルとなっておりますが、いかがでしょうか？買っちゃいましょう。毎度ありがとうございます。64000ベル、間違いなく頂戴しました。昨日さ、風船の中から3万ベル落ちてきたんやけど。めっちゃ良かった。なんかお金が出てくる割合って結構低いって聞くけど、夜中、本当にね、ずーっとお金集めしよったら、延々とお金集めしよったら、結構お金降ってくるよ。お、ルーシー。ごきげんよう、アイナさん。よ。お話ししよう。このくらいの時間ってお腹が空いちゃうんですよね。でも夕ご飯まで我慢ですよ。頑張ってるな。お、ライオネル、なんか久しぶりに見た気がする。やあ、アイナくん。話しよう。今日もアイナとは穏やかだね、まさしく。ちょ、待って、私この口に加えとるバラさ、ライオネルにあげようと思っとったんよね。ってことであげるわ、ちょっと。はい。いや、君か。どうしたんだい、まさしく。これもらって。まあ、でもライオネルね、似合いそうなものいろいろあるけん。めっちゃ私よるけど、次に出て行ってもらう候補なんだ。これはまた美しい白いバラじゃないか。
部屋にスペースがあったら飾らせてもらおうかな。まさしく大きく紙の横普通に空いてない？そこに飾りなよ。あ、レックス。え、レックスいるんならさ、あれだよ、ゲンゴロウ渡せばよかったよ。ちょっともっと早く私の前に現れてねえ、ゲンゴロウ。はい、売りますよ。あ、そっかそっか、模型ね。了解、また後で。今日のお金集めはレックスだな。はい、なに？アイナさん聞いて。突然だけど、シャンティのリアクション講座の時間よ。アイナさんは驚いたり、ハッとする瞬間ってよくあるのかしら。今日はその時にぴったりのリアクションを教えてあげるわ。例えばこんな感じかしら。え、おメキシコのお店で今から特売ですって？ね、びっくりした感じがよく出てたでしょ。あなたも何か驚くようなことがあった時は、この歯を使ってみて、だってば。主婦みたいなことに驚くんやね。歯のリアクションを教えてもらった。マジで？マジで。アンチョビアーイ。わーい、元気いいです。お話ししよう。僕お散歩大好きなんだ。だって空気が美味しくてすっごく気持ちいいんだもん、です。今日はジメジメしてないかい？今日の空気はあまりいい空気ではないと思うんだけども。何かこだわりが、あ、何か家におるやん。お邪魔します。なんか逆に物なくなった？気のせいかな。気のせいか。ねえ、早くここに貝殻のテーブル置いてよ。いつまで置いてくれないの、ちょっと。やっほー、アイナちゃん、遊びに来てくれてありがとね。あは、おしゃべりしよう。あれかな、運動の邪魔なんかな、真ん中。そういえば昨日大丈夫だった？何度も蜂に刺されたって聞いて、あたい超心配してたんだよ。そう、夜中ね、2回蜂に刺された。アイナちゃんの顔が台無しになってるところ見たくないし、これからは気をつけてよね。あは。夜中誰とも話してないのに誰から聞いたの？怖いよ。怖いよ。こう見えてあたい、椅子にはちょっとこだわりがあるんだ。見た目がイケてるか。これ超大事。座り心地がちょっと悪くても、床に座ればいいんだもんね。あは。床よりかは座り心地いいんじゃない？椅子の方が。この椅子可愛いんやけど。ね、めっちゃ可愛くない？色味も好き。このピンクと白。いいなぁ。そのうち思いつかんかなぁ。思いついてくれんかなぁ。そう、なんか、あれよね。なんていうん？あ、フロアランプ似合いそうだな。でも自分家にも欲しいしな。服とかもプレゼントして着てもらいたいっていうのあるよね。こう、モニカの家にはもうちょい色味が欲しい。ハナちゃんの家にももうちょい刺激が欲しい。いろいろと。今日は、住民挨拶キャンペーン、たぬきマイル200マイル、200×2 ゲット。これだけかな。あとは、なさげ。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことで、次うちの島にはどんな住人がやってくるんか、また楽しみやね。